12回、恐怖の映像情報室でございます。どうも皆さんこんにちは。支配人です。今回は、私が4月に見たホラー映画を、軽く紹介しながら、面白かったランキングを発表していきたいと思います。異常博物館ホラー映画ランキング、本当は10個くらい見たかった。最強のホラー映画はこいつだ。3月永遠。まずは今回の主役たちを紹介だ。エントリーナンバー1番、ヘタレな12歳の少年が密かに思いを寄せるのは自分のセクシーなベビーシッターだけど、そのベビーシッターが悪魔との契約のために人を殺していたら、ザ・ベビーシッター。エントリーナンバー2番、恐怖の惨劇から約2年、少年だったカールは青年に。しかし未だ彼の脳裏にはあの事件が。そんなある日、彼は幼馴染のメラニーに誘われ、学校を抜け出し遊びに出かけてしまう。再び、あの惨劇が蘇るとも知らずに。ザ・ベビーシッター、キラークイーン。エントリーナンバー、3番。郊外の住宅で、一人暮らしをしている、耳が聞こえない小説家の女性のもとに、快楽殺人鬼がやってくる。電源を落とされ、ネットに接続できず、電話も取られてしまう。完全に不利な状況の中、どうすれば生き延びることができるのか。はし。エントリーナンバー4番。亭主関白の父を持つ、サラは18歳になったら家を出ると決意。それを耳にした、父親は娘のサラを地下室へ閉じ込めてしまう。その期間なんと20年間。叫んでも誰にも見つけてはもらえず、父親を襲っても扉はオートロックで脱出もできない。果たしてこの物語はどんな結末を迎えるのか。ガールインザベースメント。エントリーナンバー5番、6人の元に届いた脱出ゲームの招待状。賞金は1万ドル。格好嘘。誰もがただのゲームと思っていた。しかしトラップは確実に命を取りに来ている。ついに6人は気づく。やばくね？エスケープルーム。エントリーナンバー6番。あるトラウマが原因で、仕事も私生活もうまくいっていないジェニファー。そんな彼女の前に一人のセラピストが現れる。催眠療法を提案され、深く考えずに承諾してしまう。しかし、後日、自身の記憶に空白期間があることに気づき、こりゃまずいぞと思い、セラピストについて調べ始める。そう、彼女はマインドコントロールされていたのだった。意のままに。さあ、出場者は揃った。この6人の中で栄光の1位を取る作品はどれなのか？まずは謝罪を。今回の映画のほとんどがネットフリックスの作品になってしまっていたこと、申し訳ございません。それと注意事項です。支配人は大抵の映画は楽しく視聴できます。ですので、この映画見たけどつまらなかったぞ、とか、この映画よりこっちの方が面白いだろう、ブーブー、といった文句は一切受け付けません。あくまでも私が面白かった、楽しめたランキングというのを初めに申し上げておきます。それではお待たせしました。まずは第6位の発表です。第6位、ザ・ベビーシッター・キラークイーン。簡単なあらすじとして、ザ・ベビーシッターの2年後のお話。あの晩、警察やレスキューが駆けつけたが、5人の殺人鬼の死体や、警察の死体は一切見つからなかった。それから2年、カールは妄想癖があると再び学校で変な感じで目立つことに。しかしそんな彼を信じてくれる人もいる。あの晩、カールを助けてくれたメラニーはカールを連れ出し遊びに出かける。
しかしそこで再び、あの殺人鬼たちが蘇る。評価はこんな感じです。前作よりかはホラーではなくなり、コメディ度が増して少し残念です。殺人鬼は前回より多くなっていますが、時間の都合で早めに退場。その中の二人なんて、何もせず退場。学校のシーンに時間を取りすぎたかな。前作の殺人鬼が復活するのは胸熱でしたが、メラニーが簡単に寝返るのは少し納得がいかないなと。映画好きの方なら、オチは簡単に読めてしまう模様。第5位。橋。人里離れた一軒家に住むローアの女性。ある晩、彼女が仕事のためノートパソコンで執筆をしていると、突然画面に自分の現在の写真が送られてくる。発信者は自分の携帯。家の外を見ると、一人の仮面をかぶった男がクロスボウを背負い呆然と見つめていた。顔も見てないから誰にも言わない。彼氏がもうすぐ帰ってくる、と犯人にメッセージを送るが、犯人は仮面を取り、もう見たろ。ゆっくり楽しんでやる、そう言うと家のブレーカーを落とし、狩りを始めるようにクロスボウを下ろしたのだった。評価はこんな感じです。ただのか弱い女性ではなく、耳が不自由なので周囲の音が聞こえないというハンデを背負いながら殺人鬼から家の中を逃げ惑う。しかし耳が不自由という要素が少し薄かったのかなと感じました。なんかもっとうまくやれば殺人鬼倒せるんじゃないかなとも思いました。実際同じ立場になったら何もできないからという声もありますが、被害者ではない視聴者にも恐怖を与えるなら、もう少し彼女にハンデを与えるか、耳が不自由ゆえのハプニングやらが起きてもいいのかなとも思いました。第4位。意のままに。簡単なあらすじ。元婚約者と別れたジェンは無職となり、前向きに生きることが困難になってしまう。そんな時に親友からコリン・ミード博士を紹介され、催眠療法を受けることに。それによって元気になったジェンだったが、ある日突然意識を失い、目覚めると事件が起こる。評価はこんな感じです。催眠術で相手を意のままに操る系ホラーサスペンス映画。まるでバラエティ番組のようだけど、割と楽しめました。でも力が膨大すぎて、普通に世界征服狙った方がいくね、とも思いましたが、彼はジェンがいればそれで良かったのかもしれないですね。まさに純愛です。ジェンが自力で催眠を解いたり、別のセラピストから催眠術を上乗せしてミード博士の催眠術を解いたりと、結構ご都合主義が多いかなとも見受けられました。第3位。エスケープルーム。あらすじはこんな感じ。内気な女子大生ゾーイの手元に一つのパズルが届く。それを解くと、なんと脱出ゲームの招待状が。会場へ向かうと、同じように招待状を持った挑戦者が6名。談笑もそこそこに前触れもなく始まるデスゲーム。一つの部屋に隠されたヒントを探しながら出口を見つける。果たして6人の運命は。そして本当に1万ドルはもらえるのか。評価はこんな感じです。そうや、キューブに似たゲームで失敗すると死んでしまう、あれです。ゲーム内容はとても面白かったのですが、物語がいまいち。登場人物の過去のトラウマが途中明かされるのですが、ぶっちゃけどうでもいいし、そもそもゲームの内容がそのトラウマにつながっているのだけれど、そんなに深掘りされないので、ただのデスゲームでよかったのかなと。第2ステージになんてトラップも何もなかったしね。でも最後、あの人が立ち上がるシーンには、おお、と思わずなってしまいました。ラストも良かったです。続編はないだろうけど。第2位。ザ・ベビーシッター。あらすじは12歳の冴えない少年カールは、針が怖い、いじめの標的、両親は離婚するかも、と問題を抱えている。でも、セクシーなベビーシッターとすっごく可愛い同級生が仲良くしてくれるから、あんまり気にしていない、ごくごく普通の学生。そんなある日、両親は夜に二人で出かけ、カールとベビーシッターは二人きりに。カールが就寝した後、家のチャイムが、ベビーシッターが彼氏を呼んだのかな、と覗きに行く思春期カール。
かし、行われていたのは期待とは全く別のことであった。この映画の評価はこんな感じです。短い感想として、笑って楽しめるホラー映画でした。でも、割と下ネタワードが含まれているので、家族と見る際には注意しましょう。笑えるホラー映画と言いましたが、きちんとびっくりさせていただきました。怖かったシーンはあまりなかった気がしますが、普通なら死んでるよ、というシーンがいくつも出てきましたが、おそらくそれは言ってはいけないのでしょう。過激版、ホームアローンといえば、簡単にまとまると思います。そして記念すべき第1位は、ガール・イン・ザ・ベースメント。簡単なあらすじ。18歳の誕生日を迎えようとするサラは、厳格で過保護気味な、父親と険悪な関係が続いていた。夜中にボーイフレンドとパーティーに繰り出そうとしても許可がもらえなかった。そのことに腹を立てたサラは父に向かって18になったら家を出ると声を荒げる。そんな誕生日を控えたある日、荷物を運びに父親と地下室へ向かうと、その部屋で監禁されてしまう。評価はこんな感じです。もうサラちゃんがかわいそうでかわいそうで、20年以上も外を見られずにずっとコンクリートの中で暮らし、実の父親からも暴力、性暴力を繰り返されて、見ているこちら側の気が狂ってしまう。本編は1時間半だったのだけれど、サラちゃんが不憫すぎて、早く終わらせて欲しかった。とても長い1時間半でした。そして一番驚くところは、この映画の最初にあります。この映画は実話を元にして作られた。実際に過去にこんな事件があったらしいです。いかがでしたでしょうか。私は暇さえあればいろんなホラー映画を見漁っているのですが、年始はマーベルシネマティックユニバース、通称 MCU を見直しているので、3月は6作品しか見ることができませんでした。これからも記録のために、月に1回、このようなホラー映画ランキングを制作していこうと思っています。今回の作品が気になった人はぜひご視聴くださいませ。ここまで見てくれてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。